おはようございます。本日はですね、ヴィンテージリーバイスを買いに出かけていきたいと思います。去年の今頃もですね、似たような企画を、やりまして、予算20万円でリーバイス501を探しに行く、そういった企画をやりました。はい。で、ありがたいことにね、このチャンネルではかなり人気な、動画になりまして、で、まあ、それもね、シリーズ化じゃないですけれども、今年バージョンやっていきたいなと思ってます。っていうのも、まあ、毎年1本はね、ちょっとこういいデニムを買うっていう人生を歩みたいかなと思ってます。はい。まあ、なかなかね、やっぱヴィンテージのリーバイス高いんで、そんな頻繁に買えるものじゃないんだけれど、まあ、僕デニム好きなんで、やっぱり、はい、いいのはやっぱ欲しいなっていう、まあ、ちょっと気持ちが常にあります。なので年に1本ぐらいだったら、まあ、自分へのご褒美みたいな感じで、ちょっと自分の心も落ち着くかなということで、買いすぎちゃうとやっぱりね、すごいことになっちゃうんで、はい、なのですごく楽しみにしていた企画になります。で、前回の動画ぜひ見てもらいたいんですけども、前回は原宿で、あるお店でデニム、見事買うことができました。結果としてぜひ動画見てもらいたいんですけれども、今年はじゃあどこで買おうか考えた時に、じゃあ原宿以外で探してみようかなっていうふうに、まあ企みました。はい。なので高円寺、あとは吉祥寺、そんでもって下北、この辺かなっていうふうに思ってます。だからヴィンテージデニム、まあ、僕が欲しがるようなデニムを、置いてるお店は、まあ、割と多分こう限られてるんで、もう本当に王道なヴィンテージショップを、ピンポイントで狙って、激戦の一本を買うっていうね、予算に見合った一本を買おうかなっていうふうに思ってます。いろんな街をね、今回ね、Vlog で撮ってきましたので、ぜひね、その古着屋巡りとしての映像も楽しんでいきつつ、僕が一体どんなデニムを買うのかっていうのもぜひ、見ていただきたいです。でね、今回のそのヴィンテージデニム、僕がね、狙ってるもの、明確にあります。どういったものがいいかっていうと、太麺で、色ある程度濃いやつを今回狙おうかなって思ってます。で、狙うはやっぱリーバイスのヴィンテージを狙いたいなと思ってますので、最低条件ビッグ E か、あわよくは XX を狙いたいなと思ってます。まあ66とかもね、ありかなと思ってるんだけど、まあとりあえずビッグ E 以前の古いものを探そうかなっていうふうに思ってます。あんま持ってないんだけど、僕この太めなジーンズこんな感じでね入ってるんだけど、イメージこんぐらいの太さで、履けたらまあいいかなと思ってます。で、太めなリーバイスっていうことなんで、ウエスト大きめにリーバイスを買ってデカ履きしようかなと思ってます。まあ僕の中では割とこう珍しい履き方なんですけど、普段こうジャストラバーなんで、ジャケットでもパンツでも、もうウエストジャストのものを狙って買うっていうのを、まあ今までやってきました。ただリーバイスの、まあ、ヴィンテージデニムになってくると、太いやつってないんだよね、基本的には。だから501とか505とか、その辺のストレートデニムをウエスト大きめで履くっていうのを、まあ、やろうかなと思ってます。で、僕501のビッグ E ウエストジャストを持ってるんですよ。30インチは持ってます。僕30なんですよ、ジャストが。で、やっぱ30インチだと、まあこういわゆる501のストレートシルエット、まあ細めなシルエットになりますので、そのままウエストをアップさせて、シルエットを太くさせるっていうのをやろうかなって思ってます。でね、ヴィンテージデニム好きな人だったらもうこれを聞いてもうなんとなくわかると思うんですけど、色ある程度残ってて、でウエスト、まあ、34とか36みたいな大きめなインチになってくると、かなり値段が高いんですよ。ウエスト30インチの501ビッグ E よりもウエスト34インチ、6インチの501ビッグ E の方が同じ濃さでも値段高くなります。いわゆるヴィンテージ界隈ではゴールデンサイズって言われてるんですけど、まあ値段がね高くなるっていうのが、まあ覚悟はしてるんだけれど、今回の予算去年同様20万円でいきたいと思ってます。だから
かなり難易度高いです。20万円以下で、まあ、そのゴールデンサイズである程度色濃い501とか、まあ、リーバイスのビッグイーってなってくると結構難易度高いんだけれど、まあ、今回戦略としては原宿以外のあらゆるヴィンテージショップが置いてある街をたくさん回るんで、それこそセカストとかも回ります。で、いろんなところを比較して、激戦の一本を買おうかなと思ってます。去年とかは多分3店舗ぐらいしか回ってないんだよね。そう、3店舗だけ回って20万のデニムを買うっていうことをやっちゃったんで、正直全然見比べてないです。で、今年はしっかり見比べて、まあ、本当に、まあ、今回難易度高いっていうのを自分でも分かってるんで、見比べていいやつを変えたらなと思ってますので、結構ね、まあ、Vlog の映像も割とこうボリュームのあって楽しめるかなと思いますので、ぜひ最後の方までご覧ください。この動画の最後で僕が買ったものを紹介するところまで、載せますので、 Vlog の最中に僕がねどんなデニムを買うんだろうか予想しながら最後の方まで見届けていただけたらと思います。では早速 Vlog の方どうぞ。Thank you.
いやりとりね。全然見つかんない。
はい、ということでかなりお店回ってきました。まあ一本の動画でまあ高円寺とか吉祥寺下北、まあいろんなお店を紹介するっていうのもなかなかない機会だったんで、この Vlog もね作っててすごい楽しかったです。はい。でまあ皆さん気になる買ったもの、もうじゅらさず紹介したいと思ってます。はい。まあ買ったお店はまあ買ったものを紹介しながら喋ろうかなじゃあ。はい。まず一つ目、まあ僕はね。あのオープニングでも喋ったように、予算20万円でジーパンを探しに行くと。でちなみにこの20万円でいいデニムを買うっていうのはかなり前々からあの楽しみにしていたことでした。もういいのを1本買うね、もうオンラインショップも常にね、かなり前から貼ってました。1ヶ月前ぐらいから貼ってて、いろんなお店見てたし、まあ古着屋のね入荷情報とかもかなり見てたし、で仕事中の休憩時間とかもね、下北沢のあらゆるヴィンテージショップとかでいろんな古着を見て、あかっこいいなデニムとかねやってました。相当前もった心の準備みたいなのをしてた。そんな中で僕が買ってきたもの、まず1つ目こちらです。はい、こちらミリタリーのね、おそらく60年代から70年代ぐらいかな、まあ、60年代ぐらいだと思うんですけど、クッション買いました。ユナイテッドスターズアーミーエアフォース、アーミーエアフォースっていう感じで、まあ、アメリカの軍のねこうモチーフマークみたいなのが入っていて、すごい可愛らしい配色のクッションで、これねテンション上がるんだけど、フロッキープリントになってるんですよ。フロッキープリント、カラーフロッキーです。いやーめちゃくちゃいいの買いました。これはねサファリ吉祥寺の中身ストーリー店で買いました。値段が5500円ぐらいだったかな。めちゃくちゃ安いっすよね。これかわいいなと思って、もうこういうところにねこうやって置いてたりとかしてもいいし、なんかまあクッションとしてというよりかはどっかこう飾る用でこれ買いましたね。めちゃくちゃかわいいと。これね、かなり気に入ってます。ちょっと置く場所まだ定まってないんで、どうしようかなって段階なんですけども、とりあえず今日はここに置きながらじゃあ進めていこうかなと思います。はい。で続いて、はい、すいませんね、いきなり脱線から入っちゃいましたけれど、ちゃんと買いました。はい、安心してください。次いきます。続いてはですね、こちら、はい、リーバイス、60年代のリーバイスの 557WX サードです。いわゆるめっちゃ色濃い、買いました。これねすっごい嬉しいんだけど、紙パッチ残ってるんですよ。ちょっと紙パッチ取れかけなんで、時が来たら外すんですけど、外そうかなと思ってます。着てる間にポロッと落ちちゃったりするとすごい嫌なんで、このパッチだけ保管しようかなと思ってるんだけれど、はい、こちらリーバイスの 557WX と、紙パッチちゃんとね557のパッインジもね綺麗に残ってるんですよ。でもちろんギャラ入りです。とりあえずいいやつです。 557WX、 いわゆるサード買っちゃいました。見てくださってる方の中で、まあ、ここで疑問に思う方いるかもしれないんですけれど、実は僕この 557WX かなり前に所持してました。はい、それこそ2年前ぐらいにあげた30万円分古着買ってきたっていう、まあ、企画の動画があるんですけど、その時に多分ねこれを持ってるっていうことを話してたと思う。で見せてたと思うんだけど、まあ、サード用は徹さん持ってたやんっていう話だと思うんですが、実はその動画の後にですねフリマをやったんですよ。僕会社の人たちとフリマをやりまして、でその時にまあまあ、別にいらなかったわけじゃないんだよ。サードがいらなかったわけじゃないんだけど、まあまあそのちょっと自分のプライド的なのがあって、なんかこう変な服いらない服ばっか出しててもなんか大した古着置いてねえなってね、こう思われるのも嫌じゃないですか。だから、ちょっとスペシャル枠として、まあ、売れないだろうと思って、557WX を、2年ぐらい前に、フリマで、出品したんですよ、僕。そう。で、お客さんバーっていろんな方来てくださって、で、その時に、
すごいね、熱狂的なリスナーさんがいらっしゃって、その方がかなりね、高額だったんですけど、その時出した557XX も高額で出してたんですけど、買ってくださったんですね。はい、ありがとうございます。すごい仲いい方なんで、もしかしたら見てくれてると思うんだけれど、でその方が、買ってくださった後に、正直後悔したんですよ。557XX 売っちゃったって。売りたくもないんだけれど、まあ、ちょっとしたプライドで、まあ、出品してみようかな、いいやつだしってね、出品しとくか、俺のステータスのためにって出品してた 557XX が、まさかの売れないと思ってつけてた高額のプライスで買ってくださった方がいたんですよ。まあ、その時の相場ぐらいで出してたんですね。はい、だからちゃんとフリマ価格じゃなくて、ゴリゴリのヴィンテージプライスで出してたんです。それが売れちゃったっていうことで、僕、これ 557XX サード、そう、通称サードって言うんだけど、これ持ってなかったのよ、この2年間。はい、でその間にヴィンテージ好きな方はね、みんな分かると思うんだけど、これめっちゃ値段上がってるんですよ。今ね、平均相場10万前後、15万とか20万とかも全然ある。で、こんだけ色残ってたら、まあ10万以上は絶対するよね。15万ぐらいするんじゃないかな、 WX ですよ、だって。はい、っていうので、この 557XX、僕ね、欲しいな欲しいなって思ってたんだけど、買い直すにも高すぎるっていう。だから全然ね、こう買うチャンスがなかったんです。557XX、欲しいけど、なんで俺売っちゃったんだろうって思いながら、本当にこう悲しんでた。で、買い直すにはもう高くなりすぎてた、この2年間の間で。はい、でそんな中でちょっとね、運命の出会いをしまして、一回来ます、これ見てください。なんか久しぶりのサードだ。バチバチにいいサイズでしょ、これ。これなのよ、俺が好きなサイズはね。はい、かっこいい。これ買っちゃいました、サード。でね、これまあちょっとスウェットとかリバースの上から着るのはもう無理っていうぐらいのサイズ感なんで、まあ、それしゃあないと。それしゃあない。ああ、でも僕はシャツなんで、基本着る服、シャツの上からとか T シャツの上からだったらこんだけね、ぴったりで着れるんで、まあ、僕的には一番好きなサイズ感、このフィット感が一番好きなサイズ感になります。で、気になるこれ 557XX 通称サード、こちらの値段、サファリ吉祥寺中道通り店、このクッション買ったお店で、5万いくらの消費税で、いくらだっけ、税込み6万ぐらいでした。だからね、これマジ安いんですよ。サードで6万で買えるってマジで安いんですよね。わかるっしょ、この知ってる方からしたらね。 WX ですよ、サードの WX、 この色で6万は買うかってなりました。さすがにいつか買い直すって決めてたんで、まあ、この瞬間、このタイミングしかないんですよ。はい、見事回収完了でございます。で、僕ね、これよく動画でも来てるけど、セカンドってやつ、セカンドの方が古いジージャンで、このモデルの後継者がこれなんですよ。でね、僕はこっちの方が好きだもん、ほんとサード派なのね。完全なもうトラッカー型で、最近のフォース型っていう、まあ、ちょっといっぱい専門用語ごめんなさいね。これの後継モデルで今人気なジージャンがあるんだけど、最近のジージャンよりもちょっと短丈なの、このサードは。なんでこっちの方が俺は、まあ、好きだし、まあ、そのシェイプかかったね、身幅とかもキュッてなる、この感じがジージャンとしてはすごい好きなシルエットなんで嬉しい。 Vlog 中にこれ試着してたと思うんだけど、あのあともう本当に試着して脱いで買いますって店員さんにもう速攻言いました。もう即決でした、これ即決です。はい、買いました。でね、そろそろあれ、ジーパンはってなってると思うんですよ、見てくださってる方。予算20万円で、まあ、1本買う、まあ、それが、まあ、年に1回楽しみにしていた、まあ、トルさんのやりたいことだって聞いてたよなって思ってると思うんですよ、最初言ってたよなって、うん、でもまあこうクッションとかこういう、まあ、ジージャンとかでだいぶ寄り道してると。はい、大丈夫です、買ってきました今回も。はい、ちょっとね、とりあえず見せますよ、買ったもの。僕が買ったジーパン紹介します。簡単デニムじゃ紹介します、こちらです。パカーン、
これだけで分かった人いたら結構すごい。これだけで分かる人多分いないと思う。近くで見たら分かる人は分かると思うんだけど、はい、こちら、はい、60年代リーバイス502びっくりです。わかりました。はい、502聞き馴染みない、割とね、ロットナンバーだと思うんですけど、まあもちろんね、リーバイス好きな人からしたらみんな知ってるような、まあ今でも王道な型番の一つです。簡単に言うと501のジップモデルです。はい、だからここのね、501って本来はボタンフライって言って、ここのフロントがボタンになってると思うんだけど、502、まあ、あるいは505とかそういったシリーズはジップになってるという感じです。はい、で、形は、501よりもちょっとテーパードのかかったシルエットになってます。はい、の、60年代ビッグ E で、こっちはウエストが36のレングス32です。勝ちました。この濃さでやりました。ありがとうございます。買いました。ちょっとね、去年の動画見てくださってる方もね、いるかと思うんで、ちょっと比較したいと思います。去年僕買ったやつ、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうけど、去年の動画見てください。で、僕ね、その時買った、まあ、スペシャルがこれなんです。501のビッグ E で、多分似たような色してんだよね。まあ、ある程度、まあ、色が残ってて、で、こいつはウエスト30、レングス32かな。はい、なんで、まあ、本当にこう、まあ、スリムなストレートシルエット、まあ、僕一番履いてるジーパンなんだけど、今これが、はい、まあ、これか WRL かな、一番履いてるんだけど、まあ、細めなんですよ、かなり細めで、今回買ったのが多分近いぐらいの色味なのかな、こんぐらいの濃さで、まあ、ウエスト36なんでバコッと太いという感じです。はい、で、こちら気になるお値段が、こちら買ったのがね、下北沢のデザートスノーガーデン店。はい、下北沢の中だとかなり有名な店舗の多い、まあ、ショップなんですけれど、その中でもヴィンテージをより強めにセレクトしてるガーデンっていう店舗があるんですよ。で、そちらで税込み15万円ジャストで買いました。ありがとうございます。はい、で、まあ、僕の中で今回、重きを置いてたのが、ある程度色が濃くて、ウエストがでかいっていうのを探してました。うん、で、まあ本当にこれが完璧な理想としてた感じ、太さとか色味も、はい、これを狙ってたんだけれど、やっぱりね、まあ、502を買った理由を話すんだけど、501でこういうね、大きさで濃さを探すと今めっちゃ高いです。ビッグEとかダブルXみたいな古いモデルになると30万、まあ、前後、まあ、安くて30万弱とかかな、25万から28万ぐらいで置いてたりはしました。はい、で、まあさらにこれよりもちょっと濃いかったりすると、もうほんとね、50万60万とか全然ありえるです、状態とかにもよっても。はい、やっぱりね、高い。501ビッグEダブルXス、改めてね痛感しましたね。高い、高すぎ。で、僕は、まあ回ってる中ね、まあ、20万以内で買うのはきつそうって思ってきたんで、まあ、選択肢がちょっとこう変わったんですよ。少し本気で30万じゃ出して1本買うのもまあなしじゃない。うん、30万出して、じゃあ501の濃い、まあ、こういう濃さ、こういう太さのやつを買うっていうのもなしじゃない。ただ途中で巡り合ったのがこいつだったの。さっきいっぱい熱弁したけど、サード買ったと思うんだけど、これが6万だったの。鬼リグなんですよ、めちゃくちゃ安いんですね。6万で、まあ、サード買えましたと。まず6万でサード置いてます。で、その時僕まだ501とかね、ジーパンを買ってません。なんなら予算内でまだ見つけれてませんっていう状態だったんですよ。じゃあここからね、僕ができた選択肢が、じゃあこれを目の前にして、まあ、こいつ諦めて30万で1本買うか、とりあえずこいつ買って6万使います。で、その代わり、まあ、スペシャル安く買えたから501じゃないリーバイスで
ビッグイダブル X でこの子さを探そうかなみたいに、まあ、なっていったんです。っていうのも、まあ、回ってて501でビッグイダブル X とかになると、まあ今言ったように30万前後なら、まあ、ある買おうと思えばお金出せば手に入るけれど、まあ、中には505とか502とかでこんぐらいのサイズのやつだったら、まあ、10万円前後、10万から15万とか、まあそれこそ20万あれば買えるかなっていうふうにも、まあ、回りながら感じてたんですよ。でも俺別に501なら、まあもう持ってるし、これともう一本あの WX 持ってるんですよ、501は。だから501じゃなくてもまあ別にいいよなって思ってきたんですよ。もちろん501かっこいいですよ、かっこいいんだけれど、その今回重きを置いてるのがこの色と濃さだから、あ、色と太さだから、この感じで履けるんだったらそれで僕の中では目的は達成、それこそビッグイとかダブル X であればもうそれで達成なんですよね。だからこの感じでビッグイかダブル X であれば別に501じゃなくてもいいじゃねって思ってきたんですよ、別にね。だから途中で決めました、一旦これ買います。はい、6万円で買います。まあ、ついでにこれもね、一緒に買える6万5千円使いました。はい、じゃあ僕の残された予算、じゃあ20万引く6万5千円なんで、あと13万5千円、13万5千円じゃ多分買えねえかと思ったんだけど、505とか502とかでもね買えねえかと思ってたんだけれど、まあ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 501以外でこの感じの太さと色だったら買えるっしょと思って、そっから後半戦入ります。これ買ってから僕後半戦入りました。吉祥寺回って、その後下北沢、下北沢ね、僕さっきねちょっとチラッと言ってたんだけど、休憩中とかでちょっとねめぼしいジーパン実はあったんですよ、何本かね。まあ、このお店行けばこれがある、このお店行けばこれがあるっていうのを、まあ、ある程度把握してて、その中の一つ下北沢ガーデン店、下北沢デザートスのガーデン店に、まあ、こいつの存在を僕実はねちょっとマークしてたの、こいつがあるってことを知ってました。あ、行きます、履きました、完璧やんってなってこれを買いました。っていう感じの、内容です、僕のこの買ったもののね内訳的には。はい、最高です。502ってねみんないいっすよ、かなりいいです、僕すごい好きになりました。502ね、今までそんなこう試着とか試したこととか調べたこととかもあんまなかったんだけど、まあ、まずジップでシルエット501に近いっていうのでシンプルに使いやすいです。ボタンフライよりも、まあ、ジップの方が使いやすいっていう人やっぱ多いと思うんだけど、シンプルに使いやすいで、かつ501のヴィンテージデニムよりかは安価で買える。でこれも実際、まあこれで15万なんですけれど、例えばこれが501だったとするじゃないですか、この濃さこの色で、で501のビッグイだとしたら本当にそれこそさっき言った30万クラスになるんですよ、確実に。これリペアもね本当にちっちゃい1個だけあるんだけど、そういうコンディションのやつって高くなるんですよ、ウエスト36でこんだけ色濃かったら全然なる。なんで、まあ本当に501でこの雰囲気のやつ30万って買うのと、まあ、この502であれば同じ太さ同じ濃さなのに15万で買えるっていう、はい、502はヴィンテージジーンズ探してる人にはもう狙い目なんじゃないかなっていうふうにも思いました。てな具合でこちら今年の僕の、ね、スペシャルジーパン、として買わせていただきましたということでありがとうございます。はい、去年あげた方のねこの企画のネタバレしますけども、2本買ったんですよ僕、ジーパン WX とビッグイートね。だから去年は2本ビッ、501を買えたんで501、2本買ったからバランスもいいかなっていうね。はい、今年はじゃあ502っていうねちょっと新ジャンル、僕の中で新ジャンルで、しかも持ってない、太さということで大変満足でございます、嬉しい。で今回ねちょっとこうおまけにしては贅沢すぎるサードもゲットしちゃったので557WX、 はい、だからもう今年も2連チャンでね、ビッグイ2連チャンやっちゃいました、ジージャンとジーパンで、嬉しいです、かなり。以上です。
はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回もですね、まあおそらく今後年に1回のイベントにしたい、ヴィンテージデニムを探しに行くシリーズ、今年も見事達成できました。はい、502ビッグイーね。まあでもね、今回このいろんなヴィンテージショップでジーパンね、まじまじと見てきて、やっぱりね、こう年々、ちょっとこう相場感上がってるなっていう感じすっげーするんで、まあ古いデニムアイテムいつか欲しいなって思っている方は、まあね、まあ値段高いから簡単にね、あのおすすめできるもんでもないんだけれど、いつか手に入れたいって思ってる方はね、できるだけ早く手を差し伸べれたら、結果的には安く済んだりするんで、もしね悩んでる方はちょっとね一歩勇気を踏み出してゲットしてみてください。そんな感じです。ここ最近買い物 Vlog が多くなっちゃってね、申し訳ないんですけれど、まあ、前回の大阪 Vlog もぜひ、見てみてください。で今年もねこのチャンネルいいスタート切れたなと思ってます。いろんなね場所の古着屋さん紹介できましたし、順調に買い物もできてますので、もう引き続きヴィンテージ古着を楽しんで生きていきたいなと思いますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が少しでも楽しんでいただけたようでしたら、評価とコメントもぜひよろしくお願いします。皆さんのコメントをしっかり見てますので、で可能な限り返すように僕してます、いつも。はい、なので、お待ちしてます。そんな感じかな。もう、かなり語っちゃったんで今回の動画は、まあ、エンディングは基本そんな喋らずに、終わりたいと思います。今回は喋り疲れちゃったんで、そんな感じですね。それじゃあ皆さん次回の投稿もよろしくお願いします。ではまた。